ねえねえ、ターボチャージャーちゃん。なんだ、自然吸気ちゃん。ミニバンっていつから高級車になったの？いつからって、今も大衆の乗り物だと思うが。そりゃコンパクトミニバンとか、ミドルサイズミニバンとかは大衆向けだけど、アルファードとかはもはや高級車じゃない？アルファードは価格帯の幅が広いだけで、普通のグレードなら一般人でも購入できるぞ。あと、グランエースとかあるじゃん。確かにグランエースは高価だな。アルファードやグランエースは居住性の高さから、高級セダンに代わるハイヤーとして人気を集めている。そういう意味では、確かにミニバンも高級車だな。うん、私もそう思うんだよ。全部のミニバンが高級車ってわけじゃないけど、アルファードやグランエースは高級車かな。って、アルファードやグランエースは高級車、か。こういった話題でエルグランドの名が上がらないとはなんとも皮肉なもんだな。エルグランドって日産のミニバンだよね。そうだぞ。エルグランドも確かに大きいけど、高級車ってイメージはあんまりないな。実は、元祖高級ミニバンはエルグランドなんだ。え、そうなの？勝手にアルファードだと思ってたよ。エルグランドとその後発として登場した、アルファードがしのぎを削り合って、新たに生まれたのが今の高級ミニバン市場だ。エルグランドってそんなに人気だったんだ。今となっては見る影もないけどな。かつては月販1万台を誇る車だったんだが。月販1万台？いくらなんでも売れすぎじゃない？高級ミニバンという市場の開拓者であり。現在バカ売れ中のアルファードからすれば、初代エルグランドは神様みたいな存在だろう。新しいジャンルの先駆車で大ヒットして、そこで開拓した市場が今もなお人気って、それっていわゆる名車ってことにならない？ああ、賛否両論あるかもしれないが、その功績は間違いなく名車と呼ぶに値する。ということで、今回は高級ミニバンの先駆け、日産、エルグランド、初代、を解説するぜ。か、解説されても私は買わないからね。別にエルグランドを買う必要ないだろ。自然吸気ちゃんの次期愛車は、ミニバンじゃなくてミラバンなんだし。うまいこと言うな。初代エルグランドの販売期間は1997年から2002年。発売当初はキャラバンエルグランド及び、ホーミーエルグランドという社名だったんだ。キャラバンって、日産の商用版だっけ？ホーミーっていうのはどんな車なの？キャラバンはそれで合ってるぞ。ホーミーはもともと日産に合併吸収される前の、プリンス自動車が販売していたマイクロバスだ。プリンス自動車ってなんか聞いたことある。もともとスカイラインやグロリアなどを、販売していた自動車メーカーだな。ただ、プリンス自動車が日産と合併してからは、ホーミーは商用版へと生まれ変わっているぞ。簡潔に言えば、キャラバンの姉妹車だな。ハイエースとレジアスエースみたいな感じ。まさにそういうことだ。さすがだな。ふふん、伊達に解説動画投稿してないからね。解説しているのは私なんだがな。話は戻るけど、エルグランドって乗用車でしょ。なんで商用版の社名を受け継いでいるの？ベースが商用車というと誤解を招くかもしれないが、そもそもキャラバンとホーミーの乗用モデルとして、新たに開発されたのが初代エルグランドなんだぜ。ハイエースはゴン的な感じかな。まあ、それも間違ってはいないんだが、日産はキャラバンとホーミーの商用版からの脱却を狙い、最高級新世代ワンボックス、としてエルグランドを打ち出した。最高級新世代ワンボックス。これは期待できそうだ。もともとミニバンは商用車をベースに開発するのが常識でな。だが、エルグランドは開発初期段階から、あくまで乗用車として開発が進められた。それはどうして？1990年代前半、乗用車ベースのミニバンが、他社から登場して人気になったというのもあるし。高級ミニバンとしてエルグランドを発売する以上、運転感覚や乗り心地に妥協はできなかったからだ。そうだよね、高級ミニバンだもんね。キャラバンやホーミーは商用版だから、エンジンの真上に運転席を配置する、キャブオーバータイプを採用しているが、エルグランドはエンジンを乗用車と同じように、運転席と助手席の前方、ボンネット内に配置した。その分、車内空間は狭くなってしまうけど、乗用車らしさを演出したというわけだね。それもあるし、乗用車と商用版では、前方の衝突安全性が大きく異なるんだ。あとは床を低くフラットにもできるから、広くて快適な空間を生み出すことができる。あくまで乗用車として発売するならエンジンを、フロントに配置するのはマストだったんだね。他にも理由は多々あるだろうが、こういう問題を解決するためにエルグランドは、テラノのプラットフォームを有用している。テラノっていうのは、2002年まで販売されていた日産の SUV だ。それじゃあ、キャラバンとホーミーは、実際は全く関係ないってことなの？
そういうことになるな。キャラバンエルグランドはモーター系の販売店、ホーミーエルグランドはプリンス系の販売店、それぞれ異なる販売店で取り扱われることになった。アルファードとエルファイアみたいに、外観デザインに違いがあったりするのかな。フロントグリルのエンブレムがキャラバンは赤、ホーミーは青、という程度で違いはほとんどない。もうエンブレムも一緒で良いんじゃ。それは言ってはいけないお約束だぜ。そもそも社名も分ける必要あったの？日産もそう思ったのかどうかはわからんが、発売から2年後にキャラバンエルグランドと、ホーミーエルグランドは社名の変更を実施して、全販売店でエルグランドとして取り扱われたぜ。最初から社名もエンブレムも、一緒にしとけばよかったんだよな。さて、次は初代エルグランドの外観デザインだが、威圧感、押し出し感、存在感の三拍子が揃ってる。今見るとどうしても古さは感じちゃうけど、迫力は昨今のミニバンにも負けてないよ。名は定を表す、とはよく言ったもので、英語の定冠詞、ザ、にあたるスペイン語、エル、偉大、を意味する英語、グランド、を組み合わせて、エルグランド、というわけだな。ザ、偉大ってことか、貫禄ある社名だな。そういうとダサく感じるからやめろ。まあまあ、現在につながる高級ミニバンの、先駆けって考えると間違いなく偉大だし、なんといっても最高級新世代ワンボックスだからな。当然、キャラバンやホーミーのような、商用車感というか、道具感は一切ない。全長 4740mm、全幅 1775mm、全高 1940mm という、威風堂々とした佇まいは大勢の人を虜にした。確かに大きいな。ホイールベースは 2900mm と、同時期のキャラバンとホーミーよりも、200mm 近く長く確保されているんだぜ。それだけ居住性を重視しているんだね。昨今のミニバンは両側スライドドアが主流だが、初代エルグランドは片側スライドドアなんだ。一昔前のミニバンには多かったよね。両側の方が便利なのになんで片側なんだろ。重量の増加による燃費性能の悪化など、両側スライドドアを採用しなかった理由はいくつかあるんだが、その中で最も大きな問題が、ボディ剛性を確保できない点だ。ただでさえ背が高いのにもかかわらず、ボディ左右に大きな穴が開いてたら、そりゃ剛性不足を懸念する声も上がるよね。まあ、あくまで当時の話だけどな。今は技術が大きく進歩したことで、両側スライドドアを実現できているんだね。話を戻すが、エルグランドのヘッドライトが、上下に分割式になっていることがわかるか。うん、わかるよ。これは現行エルグランドまで継承された、エルグランドのアイデンティティだな。ちなみに、近年トレンドの一文字テールは、エルグランドがいち早く採用していたが、実は初代エルグランドは一文字じゃないんだ。本当だ、普通のテールランプだね。でも、この武骨な感じもかっこいいよ。このように、初代エルグランドは、高級ミニバンと呼ぶにふさわしい、上質感のある佇まいを実現していた。もちろん内装もゴージャスなんだよね。ああ、当然だ。それじゃ、次は内装デザインを紹介しよう。内装デザインは昔ながらの車って感じだが、レザーや木目調パネルなどを採用していて、質感自体はとても高いことがわかるな。インパネ中央の格納部分は何なの？液晶カーナビが格納されているぞ。この時代にカーナビか、珍しいとまでは言い過ぎかもだけど、当時としては高級車の証だよね。左右に広がりを見せるようなデザインで、視覚的にも車内が広く見える手法を取った。デュアルエアバッグや ABS を標準装備するなど、安全性についてもしっかり考えられているぜ。高級車といってもファミリー向けだし、やっぱりその辺に抜かりはないんだね。続いて、初代エルグランドの車内空間だが、2列目シートはもちろん3列目シートまでも、ゆっくりとくつろげるスペースを確保した。3列目シートの乗員も快適に過ごせるんだ。大人数で移動したい時は重宝するだろうね。初代エルグランドは7人乗りと8人乗りがあるんだが、7人乗りの場合は2列目シートが独立シートになり、乗員がより快適に移動できるようになっているぞ。いわゆるキャプテンシートだよね。キャプテンシートなら、2列目と3列目を、行き来できるから利便性が高いんだよね。エンジンをフロントに配置したことで、床の高さを抑えてフラットにできたから、前席から後席空間にも移動できるんだぜ。じゃあ、3列目シートに座っている人が、車外に出ることなく運転席に移動して、そのまま運転できちゃうってこと？そんな状況はなかなかないだろうし、日産も想定はしていないだろうが、もちろんそれもできるだろうな。すごい、まあ今時のミニバンは大抵できるけどな。さて、次は初代エルグランドのスペックだが、搭載しているエンジンなども高級そのものだぞ。V10 エンジン積んでるとか、そんなわけないだろ。ハードルを上げるのやめてくれるか。ごめん、そんなつもりなかったんだけど、
それでエルグランドのエンジンは何なの？初代エルグランドが搭載しているエンジンは、3.2 リットル、ディーゼルターボも四駆派、3.3 リットル、V6 自然吸気エンジンだ。ふーん、自分でハードル上げといてなんだその反応は。いや、案外普通だなぁと思って、ミニバンに 3.0 リットルオーバーのエンジンを、搭載する時点で全然普通じゃないんだけどな。3.2 リットルのディーゼルターボは魅力的だよね。ディーゼルに高級感があるかというと微妙だけど、日本ではそういうイメージがあるかもだが、欧州車はフラッグシップセダンなんかにも、ディーゼルエンジンの設定があるからな。まあ、それは確かに、初代エルグランドほどのミニバンともなると、車両重量は 2000kg 近くにもなってしまうんだ。ディーゼルの設定は正解だと思うぞ。ふむ、スペック次第だね。それじゃあ、まずはディーゼルからだな。この 3.2 リットル、直四ディーゼルターボは、最高出力150馬力、最大トルク 34.0kg で、3.3 リットル、V6 自然吸気エンジンの方は、最高出力170馬力、最大トルク 27.1kg だ。車両重量を考えると、ちょっと非力な感じじゃない？実際に乗ると、数値以上のパワーを感じるが、もう少しパワフルでも良かったとは思うな。実際にそういった要望が多かったのか、初代エルグランドはマイナーチェンジで、ディーゼル、V6 ともにエンジンを刷新したんだ。お、これは期待大だね。3.2 リットル、ディーゼルターボに代わって登場した、3.0 リットル、直四ディーゼルターボエンジンは、最高出力170馬力、最大トルク 36.0kg と、排気量は縮小したが出力、トルクは向上した。結構向上したんだ。3.3 リットル、V6 自然吸気に代わって登場した。3.5 リットル、V6 自然吸気エンジンは、最高出力240馬力、最大トルク 36.0kg となった。こっちはめちゃくちゃパワーアップしてるね。個人的にはこのエンジンが一番魅力的かも。V6 だから静粛性も高いし、確かに、初代エルグランドのキャラクターを考えると、3.5 リットル、V6 がベストかもしれないな。まあ走りを重視した車っていうわけじゃないし、街乗りで不足ないパワーがあれば良いと考えると、案外どのエンジンも悪くないのかもしれないね。そうだな、自然吸気ちゃんは、自然吸気エンジンに厳しすぎるぞ。そんなことないと思うけど、もしかして過吸気コンプレックスか。なんだと思う、一回言ってみろ。さて、話を戻すが、トランスミッションは 4AT のみの設定。せめて 6AT くらいは欲しいところだけど、高級といっても1990年代のミニバンだからな。時代を考えると求めすぎるのは良くないぞ。それもそうか。駆動方式は FR と 4WD の2種類だ。え、初代エルグランドって FR なの？なんだ、知らなかったのか。全身と言えるキャラバンとホーミーが、商用版ゆえに FR を採用していたこと。FR イコール高級車、のイメージが強いこと。これらの理由から、初代エルグランドは、FR レイアウトを採用しているんだろう。でも、FF ベースのミニバンが多い中で、あえて FR を採用するのは素晴らしいよね。当然、現行エルグランドも FR なんでしょ。いや、今回は初代エルグランドの解説であって、現行エルグランドの解説ではないから教えないぞ。あ、FF ベースなんだ。そっか、残念だよ。二重の意味で、二重の意味、ちょっとよくわからないが、初代エルグランドは走りの良さも評価されていてな。車両重量は大きいし、エンジンも並なのに、やはり FR レイアウトを採用したことによる、自然な旋回フィールや押し出されるような加速感、その他もろもろが評価されているんだろうな。FR を採用しているとなると、コアなファンは多いだろうな。FR ばかりに目を向けがちだが、忘れちゃいけないのが 4WD でな。FR ベースの 4WD だからかな。初代エルグランドはトルクスプリット式の、オールモード 4x4 を採用しているんだ。何それ？スカイライン GTR でおなじみのアテーサ ETS を、元にして開発された駆動力電子制御 4WD システムで、走行状況に応じて前後輪のトルク配分を制御する。とにかく優秀だってことは分かった。サスペンション形式はフロントがストラット式、リアが五輪クリジット式となっているぜ。足回りに関してはテラノと全く同じだ。ダブルウィッシュボーン式とかじゃないんだね。2代目エルグランドはマルチリンク式なんだがな。今回はキングオブミニバン、エルグランド、その初代モデルについて解説したがどうだった？欲しい？全く、何でも欲しくなるやつだな。自然吸気ちゃんにはミラバンがお似合いだぞ。良い意味で。いい意味でってなんだ。いい意味でって後につければ、何でも許されると思ってるでしょ。ふー、真っ当な車を解説するのは疲れるぜ。今回はこの辺でおしまいにするか。最後までご視聴ありがとうございました。
この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またねー。